お姉ちゃんです。弟のゆういちです。ライチョウだよ。よろしくお願いいたします。僕たちのふるさと富山県の風習その1 わかるよ。女性は40歳超えたらみんな水色のワンピースを着る、はいはい、気に入れよう。誰が着るんだよ。40歳超えてそんなね水色のワンピース着てるのはね、お姉ちゃんただ一人ですよ。富山じゃなくてね、日本全国ただ一人ですよ。ツッコミが長えよ。富山の風習その1、結婚したその年のお歳暮にお嫁さんの実家から嫁ぎ先へブリを送るんです。あれ、スクーターじゃなかったっけ。スクーター送んねえよ。いい小回りが効くね、スクーター。ブブブブブブリを送る。これをですね、嫁ブリと言うんです。嫁スクーター、ブブブブ。嫁スクーターって初めて聞いたわ。どうしてブリを送るかというと、ブリはそう、うん、出世魚なんですよね。ああ、そうそう。スクーター、ハーレー、ハーレーのような、スクーターを出世させんじゃねえよ。嫁ぎ先の旦那さんが出世するようにという思いを込めて送られるんです、うんうん、で、そのブリをですね、いい嫁ブリだということで、そのお嫁さんの実家に半身を返すんですよね、うん、ここまでが富山の嫁ブリです。そう、半身を返してもらったお嫁さんはまた嫁ぎ先にその半分を送って、その半分をまた、うん、お嫁さんの家で、腐るわ。あー、もう僕の写真が出ちゃってますけどね。去年結婚したんですよね。ぜひね、富山の嫁ブリ、うん、覚えておいてくださいよ、うん、美味しい富山に遊びに来てください。皆さん、富山